まずは楽に考えてほしいのね。遠くで大まかな明暗の順番が見える、日向と日陰が見えるとか、大まかなボリュームが見える、もうたったそれぐらいのことに集中すればいいと思う。でそれができるようになってからでいいと思うんでね、細かいこととか緻密なことはこんな感じでいいんですよね。楽に考えましょう。パッと見の感じがいいねっていう、それだけで十分だから、まあ、少しやっぱ白の整理が欲しいかな。この絵もいろんな向きに真っ白使いすぎる。白く感じたら白くするっていう風にやっちゃうと錯覚しちゃうんですよね、人間って。隣に黒があると白く感じるから、この白どっち向いてるかなってちゃんと確認して、最も光源の方向向いてる場合にのみ同じ白を置いていいと思うけどね。